京バチームキッカー44番石橋ひからくんとからく東高校のキックオフで試合開始。よし、自陣37ヤードからファーストアウト。東京選抜チーム高校学生16番小林博光君、法政学園高校がボールを持ちしましたが、選抜チームランニングバック9番石田裕貴君、駒場学園高校がボールを持ち、2ヤード、ゲッターヤード。東京選抜チーム、トータルアップ16番小林。兵庫広島選抜チーム、ランニングバック45番、亀島幸輝君、滝川高校の中央プレー。ランニングバック35番福田武宏君、慶明学院高校の使用プレ
として。広島選抜チーム、キッカー44番、石原、石橋、石原。東京選抜チーム、バッテリーファウルだ。ファーストダウン獲得です。
バッテリー号総合広島選抜チームクォーターバック10番新井優太君慶明学院高校から大会図97番浅浦陸斗君関西学院高校の選手が成功。パスの獲得まで残り6ヤード。ワイドレシーバー87番岡田貴樹君星稜高校へのパスが成功。広島選抜チーム第2クォーター6点を獲得。キック成功。第2クォーター7点を追加しここまでの得点を10点としています。広島選抜チームクォーターバック11番竹原龍
先制点宝塚東高校、自らボールをキープ、11ヤードゲインしファーストダウンを獲得。タイムアウト終了しまして、試合開催。パス成功。Come on!
選抜チーム、バッテコタイトルコーターの終了です。
広島選抜、左へのランプレーを転びましたが、
これを東京選抜ディフェンスエンド82番長崎直哉君と立富山高校がタックル。三ヤードのロスを持っています。のランプレーを展開しましたが、東京選抜コーナーバック3番飯田陽太君、明治学院がタックル。ドラムのロスを出しています。今日も広島選抜ガールダウンの攻撃、バックを励ますのが成功。
朝鮮バッチーム勝ち打を狙いエンドゾーンで発表されましたが成功。東京選抜チームボールをスパイク、これはパス成功となりますのでゲームクロックが止まります。これより表彰式を行いますので、両チームの選手は直ちにエンスタンド側サイドラインに整列してください。